原画完成のリミット5月11日を目前にしてあと12カットになりました。最後の力を振り絞って作業を続けますが、もうみんなヘトヘト。もう始まりだ、体は重いぜ、気持ちはもっと重いぜ。連日連夜の残業、そんな中での楽しみはこれ。スパゲッティできましたよ。いただきます。夜11時を過ぎる頃、交代で夜食を作る習慣になっていました。誰が決めたわけでもなく自然にできたこの習慣。今日のシェフは作画監督の高坂さん。イタリア料理の腕前はプロ並み。あっという間に売り切れてしまいました。そして迎えた5月11日。みんなの頑張りでついに全てのシーンの原画が仕上がりました。しかし動画の作業はまだ残っています。スタッフは一息入れる暇もなく、そのまま動画作業に入りました。夜食は貧乏塩ラーメンと張り紙。今夜のシェフは監督自身です。入れるよ。はい、はい、どんどん入れてください。卵ですね。卵じゃねえよ。玉ですね。玉。麺はインスタントラーメンを使います。はい、はい、1つ、2つ、これだ、3つ。だんだん、だんだん、期間が溢れてきたな。あ、やばい、やばいじゃないかな。やばい、10個は限度だな。だから俺10個だったら、まあ、しょうがない、10個な平均。おい、粉入れてくれ。はい、粉入れて。粉、はい。いいだろう、切ってる間に溶けるだろ、下は。はい、全部入れますよ。入れて。はい、次に卵。卵、はい。はい、回し入れて。あ、入れ、うん、少しずつ優しく入れろ。すみません。薄くなる、はい。はい。はい、OK。はい、もう入れ止める。溶き卵を流し入れた貧乏塩ラーメンオーロラ風の完成。早く食わないと伸びるよ。美味しそうな匂いにつられてあっという間に行列です。麺の硬さもちょうどいい。美味しい、ね、美味しい。この一言が何よりですか。え、宮崎さんの作ったんですか。嘘。嘘って言ったらどうするの。みんながドキドキしながら。ラーメンをすすりながらみんな幸せな気分。ずっと険しい顔をしていた安藤さんもほっとした表情。峠を越えられたのは監督やジブリスタッフたちの土壇場を乗り切る時の持ち前の明るさ。